中田康隆くん、彼に会った時彼だけが、というわけで、今日はですね、これ1990年ですね、4月の1990年の4月の4日に発売されております BB クイーンズの踊るポンポコリン、これについて喋ろうと思います。まあ本当にこれ一世を風靡しましたね。でもね、まあ作ってる時正直全然そんなことになるとよもや考えもしなかったわけですよ。この頃ってまだあんまりね、そういうアニメの曲とかがこうタイアップとしてね、それでそんな大ヒットになるとかっていうことあんまり考えられなかったんですよね。だってね、あのサザエさんのテーマソングがそんな流行ったとか聞かないでしょ。だそういうもんだと思って俺も作ってたんですよ。で、お話しいただいた時にオープニングが夢いっぱいっていうので、エンディングがポンポコリンで、それぞれ俺としてはこのまあちびまる子ちゃんっていうあの漫画自体の持ってる、とてもピュアな部分ととても変な部分をそれぞれの曲に凝縮して2曲作ったつもりだったんですけどね、なんだかポンポコリンはちょっとこう一人歩きしてすごいことになってしまったのが逆に作って私びっくりだったんですけれども、あれはですね、私としてはとても、レコーディングは結構曲はね本当にボコボコっと作っちゃったんですけど、レコーディングはとても楽しくじっくりやってまして、まあ、打ち込みの普通の、まあ、ディスコっぽいオケなんですけども、それ以外の部分っていうのがね、例えばあの笛とかも私が生で吹いております。で重ねております。それであのオペラ声みたいなのも全部私の声で重ねております。あとね、サビの部分でピーヒャラピーヒャラっていうのはこれがあのボコーダなんですよね。その話をね、中田康隆くん、彼に会った時彼だけがあれボコーダがどうのっていう話してて、それまで言われたことなかったんですよ。結構でかく出てんですけどね、注意して聞いてもらうとすぐわかると思いますが、まあそんな風に楽しく作りましたけども、何しろねあれはやっぱり詩がすごいっす。まあやっぱりさくらさんとはね、結果的に3曲一緒にお仕事させてもらったんですけど、こういうねバカバカしい風に聞こえる詩っていうのはね、作為的に作ると全然ダメなんですよ。こんなに素晴らしいバカバカしい詩なんてね、書こうと思って書けません。これすごいです、やっぱり。